見渡せ。他の敵を捕捉し。奴は扉を塞いだ。馬が通れない程度になる。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たちここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク班とマレーネ班は馬を死せよ。リヴァイ班並びにハンジ班は鎧の巨人を仕留めよ。各班は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよ。リヴァイ、お前はこっちで馬の護衛に当たれ。体格の足を失うわけにはいかない。新兵に指示を出しつつ馬を守りきってくれ。はい、続け。私も行きます。小さいのが来ているな。新兵の多いこの班に任せるのは無理か。新兵、お前らは馬を西側に移動させろ。いいな。急いで。馬を狙ってくる巨人を返り討ちにしてやれ。俺の敵じゃない。任せた。救援要請か。無視はできねえな。あれが巨人。神兵は馬を守れ。巨人どもはこっちに任せろ。やれ。手はするなよ。わかりました。任せない。了解しました。馬と神兵か。あまり離れない方がいいな。片付け。手はするなよ。了解です。来たね。急いで。俺の敵じゃない。はい、誰か、巨人が。馬はなんとか移動できたようだな。はい、ありがとうございます。馬の護衛に戻ります。はい、行く。任せた。了解。手はするなよ。リヴァイ兵長、新手の巨人が近づいてきています。馬を連れて北東に転進しろ。急げ。片付けよ。巨人の数を減らしておかねえとまずいか。3,4 メートル級に苦戦し、負傷者が出ている。今の調査兵団には以前のような力はない。だがそれだけの損害を出さなければ、決してここまでたどり着けなかった。巨人が救援を。面白い面しやがった。
巨人が近くに。リヴァイ兵長、戻ってきてください。急いで片付ける。任せた。ヘラするなよ。はい。任せた。ヘラするなよ。わかりました。救援感謝します。自分は馬を移動させます。隊の手段がなくなる。残りの馬の数に注意しねえと。片付ける。ヘラするなよ。兵長、馬の移動が終わりました。これでようやく。急いで。ヘラするなよ。報告、北東からさらに巨人が襲来。新兵は馬を連れて壁側へ進め。巨人どもは俺が片付ける。クソども、まだ来やがるのか。数を減らさねえと馬を守りきれねえな。任せた。減らするなよ。うめ。守りきれねえな。早くここの巨人どもを片付けねえと。任せろ。ヘラするなよ。やる。くらいやがれ。するんじゃねえ。獣の巨人、次はどう出る。目指すはパーフェクトゲームだ。被害は確認中。さらに小型の巨人複数と機甲士が接近中。助からないぞ。
俺がどうにかする。お前らは生き残ることだけに専念しろ。やる。戦してるの？もう世話の焼ける。黙ってついてこい。俺も行きます。片付ける。何やった。目はするなよ。わかりました。ダメだ、勝てない。オールスレーズがしやがった。はい、すみません、死なずに済みました。これ以上馬は殺させません。邪魔するんじゃねえ。用があるのは貴様の後ろにいるやつだ。なんだよ、俺調査兵団なんかに入っちまったんだろう。ずらせやがって。馬は残ってるんだろうな。はい、まだ残っています。仲間がだいぶやられましたが。あっちはどうなってる。エレンは生きてるんだろうな。まさか鎧の叫びか。